たかが動画一つ、徹夜で作ってみせる。バカなことはやめろー。やってみなければわからん、とけつ。皆さんこんにちは。ゆっくり解説の霊夢です。解説のマリサだぜ。今回は、ニューガンダムバリエーションの解説になります。2022年4月25日、海洋の商業施設である、三井ショッピングパーク、ららぽーと福岡に設置された、実物大ニューガンダムの解説を、今回行うぜ。このニューガンダムにも、設定があったのね。あったぜ。今回使用するガンプラの説明書にも、びっしりと、設定が記載されているぜ。なるほど。RX78F00 と、同じってことね。そうだぜ。横浜ガンダムにも、設定があったしな。今回は、モビルスーツの設定や、この実物大ニューガンダムの話なども、詳しく解説するぜ。では、そろそろ、RX93FF、ニューガンダムの解説を始めるぜ。ゆっくり見ていってね。今回解説するモビルスーツは、RX93FF、ニューガンダムになります。このニューガンダムは、背部に、ロングレンジ、フィンファンネルを、装備した、ニューガンダムバリエーションになるぜ。ロングレンジフィンファンネル？では、順番に解説していくぜ。ニューガンダムはもともと、アムロ霊隊が、自ら設計を行っていたプラント、ロンドベル大司令官、ブライトノア大佐が手配した、アナハイム、エレクトロニクス社でも、独自に開発を進めていた、機体をベースとして、RX93 ニューガンダムは、ロールアウトへこぎつけているぜ。たった3ヶ月で完成したのよね？正確には、3ヶ月未満だな。ロンドベル隊へ配備された、アムロ隊機は、新生ネオジオンの、地球寒冷化作戦が、想定以上に早かったため、仕様になかった、サイコフレームの搭載や、遅れて装備された、6枚のフィンファンネル仕様で、調整にいくつかトラブルがあったぜ。ファンネルが敏感すぎたと言っていたしね。ただ、それでもこのニューガンダムは、アクシズショックにより、地球の危機を救ったのは、間違いないぜ。そして、ロングレンジフィンファンネルを装備する、RX93FF は、FA 仕様や HWS 仕様、さらに、ダブルフィンファンネル装備仕様と同じく、実機のロールアウトが前倒しされたため、間に合わなかったニューガンダムの、並走プランの一つということだぜ。なるほどねー。そういうことだったのね。では、このニューガンダムを、さらに詳しく解説するぜ。RX93FF が装備する、ロングレンジフィンファンネルは、フィンファンネルの技術と、ハイパーメガバズーカランチャー並みの、火力を融合した、オールレンジ兵器で、ニュータイプが操れば、短期で、対艦戦闘さえも、こなせるほどの性能だったぜ。は、ハイパーメガバズーカランチャーに近い、火力を持っているのね。そうだぜ。ただ、この特殊な兵装を使用するため、本体への改造も、必要だったため、装備させる場合は、RX93FF 仕様となったわけだな。では、ロングレンジフィンファンネルを、もっと詳しく解説するぜ。アムロ霊隊の発案した、攻防一体のオールレンジ兵器。フィンファンネルは、複数を組み合わせることで、ビームバリアを展開できたのが、画期的だったものの、単体では、火力不足が指摘されていたぜ。この辺が、ファンネルの問題点よね。この頃になると、対ビームコーティングが進んでいるため、ファンネルの火力不足が問題になっていたしな。そのため、RX93 ニュー2で検討中の、ハイパーメガバズーカランチャーを、フィンファンネルに組み込む、ロングレンジフィンファンネルが、アナハイム、エレクトロニクス社側で発案されたわけだな。だからこんなに、大型になったのね。そうだぜ。RX93 本体も、RX93FF 仕様へ改造、変更し、フィンファンネル本体も、全長を延伸することで、ロングレンジフィンファンネル自体に、小型ジェネレーターを、2機搭載できたわけだな。なるほど。でも、小型ジェネレーター2機程度では、ハイパーメガバズーカランチャー並みには、ならない気が。そうだな。ハイパーメガバズーカランチャーは、
ラーカイラムからのエネルギーで運用するため、大火力を可能としたからな。ただ、RX-93FF は、アナハイム、エレクトロニクス社が開発した、MS-Z010 方式を、採用したことで、RX-93FF 本体のジェネレーターと、ロングレンジフィンファンネルを、直結することで、大火力の、オールレンジ兵器を、可能としたわけだな。まさかここで、ダブルゼータガンダムの技術が使われているとは。でも、これも、ペーパープランで終わったのよね。いや、後に、サイド F で復元されている。RX-93FF、ニューガンダムは、ラーカイラムに残されていた、RX-93 の実戦データを、元にしており、当時のスタッフからの提案で、幻となった装備プランも、並行して用意され、アムロ隊の、パーソナルマークのカラーリングなど、一部を変えているぜ。この機体も、RX-78F00 と同様に、復元されたのね。そうだぜ。ちなみに、サイド F とは、サイド7と同じ、L3 軌道に作られた、商用コロニーの一つで、今後の発展が期待されているぜ。そう考えると、かなり未来の宇宙世紀で、復元されたって話ね。そうだな。あと設定にはないが、PV を見ると、ロングレンジフィンファンネルは、右前腕部に装着しての射撃や、巨大なビームサーベルを、発生させることも可能みたいだぜ。で、ここからは、ララポート福岡に、実際に設置された、RX-93FF について解説するぜ。まず、高さは 24.8 メートル、重量は80トンになるぜ。アクシズを押し返す演出として、ウワンと頭部が、稼働して、ポーズを再現することが可能だぜ。そして、富野義行氏による監修のもと、サイドが高い、トリコロールの、マーキングが施されているぜ。パッと見、RX-93 とは全く違うカラーリングね。そうだな。実物を見に行く場合、入場制限がある場合があるので、詳しくは、ガンダム、サイド F をご覧ください。今後も、横浜ガンダムや、福岡ニューガンダムのような、設定がある機体が出た場合は、詳しく解説予定だぜ。今後も楽しみね。今回の解説いかがでしたか？今回は横浜ガンダムに続き、福岡ニューガンダムを解説したぜ。いろいろ設定があったのね。そうだな。さらに PV では、サザビーにも同様の、大型ファンネル2機を装備した仕様になっていたぜ。これもそのうち発売したり、設定が追加されるのかな？動画を制作した時点では、全く予定にないが、今後発売したり、設定が追加されたら、解説予定だぜ。今後も楽しみね。では、今回はここまで。もし、福岡ニューガンダムを見て、ガンダムに興味を持っていただいたなら、ぜひ、他の解説動画や、アニメ本編などもご覧ください。では、また次回の解説動画で、会おうぜ。また次回お会いしましょう。